おはようございます。8月21日金曜日、今朝の6時15分です。テーマに、はい、書いてある、タイムは絶賛リバウンド中ということです。はい、で昨年との違いということと、今、いっぱい食べてます、その和というところではあるんですけども、はい、いっぱい昨年との違いというのはですね、やっぱりリバウンドがね、実は浅いですね。食べたいという気持ちが、はい、昨年よりは全然マシです。はい、これ理由ね、自分で考えてみたんですけど、まあなぜかというと、まあ2つですね。まあはっきり言って、昨年よりも全然落としきれてないですね。2キロハード、はい、昨年もっと2キロね、下げて、体重落として、まあ大会出たんですけども、昨年と同じレベルでは、下げきりませんでした。まああえて言うと、まあ筋量少しは増えてるから、まあそれでも2キロもね、増えてはないんでね、全くちょっと落としきれてなかったから、まあ、それが浅かったんで、減量 の幅が浅かったんで、まあ、リバウンドも気持ち浅いんだなというところと、で、まあ、2つ目が昨年よりも、まあ、またちょっと糖質のコントロールを早い段階でしました。で、糖質抜く代わりに実は他のものね、カロリー、タンパク質ね、鶏とかですね、他のものキャベツとかですね、まあ、キャベツ全然カロリーないんですけど、まあ他のものですね、タンパク質、炭水化物以外でカロリーだけはあんまり減らさなかったんですよね。で、体が飢餓状態になってなかったということで、やっぱりそれもあってですね、まあそれが大きいのかなと思います。体はあんまり飢餓状態に持っていかなかった。糖質以外で他のものでカロリーね、例えばナッツとかですね、これもたくさん食べてました。あんまりそういうことすると、ナッツにすごくカロリー高いんでね、毎日で、10粒とかね、それをコンスタントに、はい、食べてました。で、まあ、そういうのがあってですね、糖質のコントロールをですね、変えただけで、これリバウンド、すごく浅いのかな、そんな風に思っています。だから、ただ最終的にはやっぱりね、落ちきれなかったんで、まあ、糖質カットね、適材カットしても最終的にはやっぱり夏の量ね、夏カロリーかなり高いんで、やっぱり最終的にはちょっとカロリーの量をやっぱり減らさないといけないのかなと、そう思ったりはしました。で、今いっぱい食べてます。まあ、浅いんですけども、すごくあえて食べてるというか、会社行く前にですね、まあ、当然食べて、今まで食べなかったんですけども、食べて、つけば、パン持っていてですね、食べて、はい、会社出る前に、プロテインも飲んでですね、会社で2回ぐらい飲んで、食べてます。で、晩ご飯食べた後もまたパン食べたりなんかしてね、もうあえてお腹いっぱいなんですけどもね、食べてます。まあその理由なんですけど、あえて早い段階でね、満足させて食べ疲れが来るようにですね、だらだら楽しんでると、またいっぱいずーっと食べる癖がついちゃうんで、もう一気にダーッと食べて、もうしんどい、食べるの疲れたというのは必ず来ると思っているので、はい、もう食べるだけ欲しいだけもう食べて、はい、早い段階でスーッとまた、はい、戻そうかなと、そんな風に思っています。で、はい、今日肩の日です。2セット、はい、終わっています。1セット6種目ほどやっています。ということで、3セット目、今から、残りですね、やっていきます。肩で、ショルダープレス前に落としますね。あまり自分後ろには、はい、あんまり落とさないです。あんまりなんか効いた感じしないんで、前に落として、実は、胸の上部、も狙ったような、トレーニングになります。ということで36キロです。15回目標でやっていきます。体がちょっと反ってるのもあってですね、肺が膨らみにくくて、かなりなんかちょっと苦しいです。はい、次10キロで持ち替えて、パラレルからいくショルダープレスです。下ろしすぎない、この辺が一番負荷かかります。重いのでちょっと5キロ持ち替えます。
かです。はい、次サイドレイズ。はい、今日ちょっと重めで無理くり、はい、10キロで、10回ぐらいやりたいと思います。ということで、いつも重すぎるのはやった気がしないんで、はい、また5キロに持ち帰ってやっていきます。15回です。そのまま、はい、リアレースです。扇風機止まっちゃいました。1時間タイマーつけてるんで、まあこういらしてから1時間経ったということでもあります。また持ち帰って、今15回でした。はい、さらに5キロに持ち帰って、15回やります。2時間やりました。はい、そのままフェイスフォールやっていきます。肩のリアと言いつつね、やっぱりなんていうか肩甲骨周りの背中ですね、これをやっぱり刺激入れたくて、私実はそんなに厚みって実はないんですよね。はい、前から見ればね、まあまあかもしれませんけど、あんまり、はい、全然ないんで、やっぱりちょっと背中周りをね、意識した動きでやっていきたいと思います。30回やりました。最後ですね、最後は、アパレットローです。結構重いんでちょっと気がないんですけど、まあ、最後だと思って、はい、10回上げたいと思います。終わりました。飛ばしてないかなと思いながら、はい、2466種目ほどね、はい、終わりました。はい、よかったなと、終わった後は必ず褒める、これが継続のコツになります。はい、見ればやれたのかと思います。はい、すごく晴れてきました。週末です、金曜日です。まあ、バイトあるんですけども、はい。
今週もお疲れ様でしたですね。はい、最後また張り切って、仕事を進めていこうかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。